この動画は長崎の当ギャラリーで展示した高校生のデッサンを見ながら解説を加えたものです。ギャラリー展示を見た人の中からデッサンは写真を写すんですかという質問が寄せられました。3次元の要素を2次元に落とし込むトレーニングがデッサンでは必要とされる。2次元を2次元に移行してもその収穫は少なく、かえって遠回りになってしまうことが多々あるので注意が必要。ここではデッサン初心者に向け、なるべく専門用語を使わずデッサンの解説を行っています。なお指導によって指導理念や指導方針は異なりますので着目する点も変わってきます。すでに指導者についてデッサンを学ばれている方はそのことを踏まえてご覧ください。デッサン上達のヒントになれば幸いです。また3枚の絵を使って成長過程を見ていく、制作過程で工夫していったところを紹介していきますね。ここに3枚の絵があります。これはここの美術教室の階段です。ここは築145年経っているのでなかなか味のある階段です。書き応えがある。でそこを描きました。1ヶ月近く階段に座ってああでもないこうでもないって何枚かの階段の絵を描いてたと思います。そのうちの3枚。ここで紹介するのは奥行きがちゃんと欠けているか、奥行きね欠けているかと固有色っていう話をしようと思います。これからいきます。これ見てください。よく描けてます。2枚目か3枚目に階段を描いた時の絵だと思います。これ見てもっと奥行きが欲しいんだって言ったんですよ。もっと奥行きを出すためにここが邪魔してないかい構図的にって言ったの。ここの上のこっから上構図的に広すぎてここには遠近感はないでしょ。ペタッとした一面だからね。ここが奥行きを出すには邪魔してないってどうにか考えてよって言ったの。次のに進むことになります。で次に来たのがこれです。上がなんとかならないか、さっきのやつ言ったって言ったね。天井を描きました。天井と床を両方描くことでこっちの下に降りていく方とこの天井の向かっていく方、これを描くことで奥行きが、天井の奥行きがここで壁になってますね。もっと下に階段が伸びてるんだよっていう、こうこうこう履いているっていうね、こうこうこうってしか言いようがないんだけど、この遠近感が奥にずっと進んでいっているっていうのが描けたと思います。ここで一個ここの美術教室の特徴を言います。普通は理論で消失点を設けてそこにその消失点を探したらどうですかっていう指導をするところが多いと思います。それは正しいです。正しいですが人間の目、特に高校生とか若い人の目っていうのはこれくらいの形は鍛えれば見えるようになるからとりあえず目を鍛えてくださいって言います。で目を鍛えた後に知識を入れて照らし合わせてって言います。最初からパーサー力で描くんじゃなくって自分の目でしっかり形や奥行きが終えてその形や奥行きを描いた後で正しいかなって照らし合わせてくださいっていう教え方をする。行き着くところは一緒、教え方がちょっと違うかもしれないねっていう話です。今1枚目2枚目説明します。これで2枚目で奥行きが書けましたっていう話をしたと思います。3枚目色鉛筆、これはね100円均一で売ってあるような安い色鉛筆を出してこれで書いてみてって色をつけてもらったやつ、より一層雰囲気が出てるでしょ。これは色を手渡したから雰囲気が出てるわけじゃなくて色をいっぱい重ねてるんだけどね、タッチで色を重ねてるのよ。これデッサンがしっかり見れる、デッサンを見ることができる先生はその人が色が使えるかどうかも分かるってよく昔から言われるのよ。それがこれ伝わる。階段はまさにこういう色味のこういう色合いをしてます。こんなところに青やら赤やらないと思うかもしれないけど光の加減であるんですよね。それでまあ、見える。それでここに柱があったり天井があったりまさにこういう色なんですよね。
固有色っていうのがあって、例えばここ僕が着てるつなぎの色赤ですね、赤でも光に近いところは白く見えたり、この光ちょっと飴色だからちょっとオレンジっぽく見えたりとかすると思う。逆にこういう光の当たってないとこは黒に近づいて見えるじゃない。だからもともとある赤っていう色に光や影があって世の中のものは存在している。だからデッサンをたくさん描くうちに、このデッサンをした学生さんはものの固有色が見れて、固有色の上に光や影がくっついてるっていうのが理解できてる。ここに確かにブルーの布がかけてあります。ここに赤っぽい色のものがかけてあります。それもきちっとかけてるけど、全部単調には書いてないはず。固有色と固有色に乗っかる光と影が分かってきている。このデッサンを描いた学生さんは白と黒を使ってデッサンしているけれども、色も使えるようになりましたって。まあデッサンをやってる途中で色も使えるようになってたんだっていうことに気づいたやつ。